はい、皆さんこんにちは。今日16なんですかね。今日東京消防庁一類の一次試験の感想について、述べたいと思います。まず一次試験会場は、日本大学の経済学部で、今年度の受験は行いました。本当に入り口から本当に人が多くてすごい混んでいたっていう印象です。で、時間もにならないと開けてくれないので、まあ、近くのコンビニとかにすごい受験生が溜まっていたなっていうのがポイントです。で、一次試験の、試験官、3名いらっしゃいまして、まあ本当に部屋がたくさんあるんですけど、まあ、自分の部屋は本当に試験官の方みんな、すごい親切で、優しい方でした。そんな感じで、まあ、とにかく人が多いので、まあ、トイレとかがすごい混むので、ぜ早めに、行っておくとか、まあ、試験会場で来る前に行っておくことがおすすめかなというふうに思います。はい、今回以上です。次、二次試験についてです。